株式会社ビートコミュニケーションは2004年に世界で初めて企業に対してソーシャルネットワーキングサービスを提供を始めたパイオニアのベンチャー企業である NTT データ、キヤノンマーケティングジャパングループ、日本生活共同組合連合会、冷卓大学、全日空商事、三菱 UFJ リサーチコンサルティング ITX 大手自動車メーカーを はじめ数々の企業に社内 SNS を導入している。IT で世の中の問題を解決しようとしているイノベーション型企業。2008年には企業に CO2 削減を促すパッケージエコスタイルも販売し多くの企業に導入された。経済産業省の地球温暖化防止運動優秀事例にも選出される。フォーチュン500の企業ではほとんど社内ソーシャルが 活用しており、近年、日本でも、社内 SNS をテレワークを行っている会社が、増えている。また、311では、巨大地震の BCP 対策にも、社内 SNS が有効であることが示された。慶応義塾大学 SFC 発、ベンチャー企業。ビートコミュニケーション社が、提供社内 SNS の一つ、ビートシャッフルには、基本的に、 ナレッジマネージメントができる機能が備わっている。また、コミュニティ機能も充実しており、外部連携コミュニティ、非公開コミュニティなども作成できる。コロナ禍の中、多くの企業で、リモートワークでも使用されている。ビートコミュニケーション社の主力製品、ビートシャッフルは、組織内のあらゆる情報を管理、共有する仕組みを備え、業務効率化化。 コミュニケーション活性化を目的として業種業界を問わず利用されている。国内シェアナンバーワンの社内 SNS、ビートオフィスの後継機として2011年10月に販売が開始された。クラウドだけでなくオンプレミスでの導入も可能。現在は iOS 版、Android 版のネイティブアプリも提供されている。また社内メッセンジャーのビートメッセンジャーもリリースしており、 連携して使用することもできる。社内 SNS、ビートシャッフルがナレッジ蓄積型に対して、社内メッセンジャー、ビートメッセンジャーはフロー型となっており、使い分けができる。他にも、今まで、ビートスタイル、ビートプロ、ビートメディア、顧客企業にカスタマイズされた B 2、B2、B2C のソリューションなど数々の社内 SNS や、コンシューマー向け SNS を開発、販売してきている。 ありがとうございます。